名古屋市立は神谷商業高等学校は、愛知県名古屋市天白区古川町にある市立の商業高等学校。1年次は、6クラスより5クラスで40人が9あり、全生徒共通の科目を学ぶ。2年次から、総合ビジネス科、情報ビジネス科、会計ビジネス科と3つの学科に分かれ、情報ビジネス科は AB 組の2クラス、会計ビジネス科は C 組の1クラス、 総合ビジネス科は DE 会組の3クラス設置される。本人の希望と成績で学科が決まる。3年時は情報ビジネス科と総合ビジネス科はクラス替えがある。3分の1程度が入れ替わる。商業科のため授業の3分の2と年20時間が普通科の科目、3分の1と年10時間が商業科目を行う。一年時から簿記などを学ぶ。 一学年あたりの生徒数は240名より200名であるが、男子は30名ほどしかいなく9割が女子生徒のため実質女子校の雰囲気である。体育の授業の関係で、一学年は6クラス中4クラスが女子だけのクラスになる。男子生徒は2年次以降は大部分が情報ビジネス化を選択する。二千年の東海豪雨では天白川の対岸にある 桜台高校とは異なり甚大な被害を受けた。バトン部が東海大会では金賞を受賞し、全国大会出場を果たしている。男子生徒は運動系はテニス部、陸上部、バスケ部などで、その他は一部の文化部に所属している。そのため部活動は女子中心に活動している。体育館やグラウンドが比較的ゆとりがあるため、部活動が活発で、 朝練や夜遅くまで練習する部も比較的多い。商業科の高校のため卒業生の6割が就職する。地元企業からの信頼が厚く、事務職や販売職の求人が多い。進学は7割が専門学校、看護専門学校へ、3割が大学、短大へ推薦入試により進学する。文系の学部を中心に、 地元の私立大学へ指定校推薦により進学する生徒も多い。ありがとうございます。